はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今バトルファンタズムに参加したくてサブクエをずっとクリアしてるんですけども、終わらない。これ全然終わらないです。で一応レベルはこんな感じに上がってます。上級職はあとスーパースターがもう少しで、下級職が残り5ですね。僧侶はもう99になりそうな感じですけども、まあレベル上げはまあぼちぼち終わりそうなんですよ。ただクエストですよ、クエスト。本当にね、データが消えたっていうのが本当に痛い。ダウンロードコンテンツ前のクエストほぼ全部終わってたんですよ。全部終わってた。なのにそれをね、やっていかなきゃいけないので、きついんですよね。で、今クリアしたクエストの種類が181種。全部で270ちょっとあるよね。なので残り100、100か。で、これね、全部クリアしなきゃいけないのか、もしくは、シリーズものありますよね。シリーズものを全部クリアすればいいのか。どうなんでしょうかね。まあ今、シリーズものをどんどんやっていってるんですけども、残り8シリーズぐらいで終わりそうな感じです。それで出ればいいんだけどね。もしも出ないってなるならば、もうしらみつぶしに、やっていくしかないよね。なんかあとこのクエストをやりなさいっていうね、そういう道しるべがあればいいんだけども、ないよね。なんかね、このコロシアムの受付とかに話して、残りこれとこれとこれをやりなさいよっていうのがあれば分かりやすいんだけども、ここら辺誰に話してもね、そういうの教えてくれないですよね。この縦札にも書いてないし。なんかそこがね、ちょっと不親切かなと思いますね。いや、もしくはあれだよね。サブクエはもう全部、もう一つ残らずやれっていうことなのかもしれない。まあ、とりあえず、あと8シリーズぐらいなので、そうね、4時間、いや、3時間だな。3時間やれば終わりそうですし、まあ、もしもそれが全部終わって、バトルファンタズム出ない場合は、残り50個ぐらいのクエストか。長えな。長い。残り100個ぐらいのクエストをこなすのに、おそらく、まあ、10時間はかからないでしょう。10時間はかからないかな。まあ、それをちょっとね、頑張っていきたいと思います。おそらく、今週中には終わるかな。で、来週ぐらいからは、バトルファンタズムの、動画を出していけると思います。はい。まあ、もしも知ってる方いれば、サブクエここら辺やればいいよっていうのを教えてください。多分シリーズもの全部だと思うんだけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。